東北サファリパーク、東北サファリパーク一途図装飾エリアでの餌上げの、様子野生の王国東北サファリパークは、福島県日本松市の動物園である。面積150万平方メートル、エビスサーキットを併設している。ライオントラ、キリンアフリカゾウ、鳥類、爬虫類など、約900頭はの動物が飼育されている、サファリパーク。話し飼いエリアを、マイカー。 大社で見学することができ、草食動物エリアでは、社内から動物に餌を与えることができる。ホワイトライオン、ホワイトシマウマをはじめとしたホワイト動物が、飼育されている。また、猿劇場、アシカショー、フラミンゴショウ、ドッグショーなどの動物ショーも行われている。東北サファリパーク及び隣接する、エビスサーキットは、東サファリパーク創業者であるクマ、クボタダオノコで、 D1 レーシングドライバークマ、久保信ブシゲが代表取締役を務める。姉妹施設として、ナスサファイリパーク、ナスワールドモンキーパーク、岩手サファイリパークがある。他、グループ施設に日本松観光センター大使館がある。草食動物エリアの動物は、車の中から餌をもらえることを学習しているため、車がエリアに入るとすぐに動物が群がり車に被害をもたらす。 可能性がある。車への被害は、爪や角によりボディや、ウィンドウガラスへの傷、ウィンドウガラスや、ドアミラー、ドアバイザーをかじりおる。車内に、よだれや唾を吐く等が挙げられる。アフリカゾウなどにドアミラーを折られるケースは、比較的多い。また、ダマに唾を吐きかれられることを避けるため、現地係員から、ダマに餌をあげる場合にはじらさずに与えてくださいとの、注意を受けることもある。 そのため、東北サファリパークは、ホームページ、並びに、現地係員が、マイカー利用者に対し以下のような注意を呼びかけている。動物によるお客様のお車への被害は一切、保証しておりません。お車への傷や、サイドミラードアバイザーの破損なども発生する場合も、ございますのでご注意ください。入園の際は、台車のご利用を、お勧めいたします。 ホワイトライオンは1975年野生で発見された。東北サファリパークの白いライオンを飼育する始まりは南アフリカ共和国にあるヨハネスブルグ動物園から輸入したのがきっかけ。1984年5月18日生まれのオスライオンと1987年3月13日生まれのメスライオンを飼育し、1992年6月4日には 日本で初めてとなるホワイトライオンの赤ちゃんが誕生。その後もたくさんの赤ちゃんがこのサファイリパークで生まれ、そのうちの南東家はアメリカ、ドイツ、中国へと輸出された。2012年にはラオスよりアジアゾウが移入された。あとの2019年3月25日、アジアゾウと調教したちはラオスへ帰国。入園料金年間パスポート代謝へライバス。 大型連休時のみ運行、ありがとうございます。